こんにちは。今回はこのように床に置いてあるものを持ち上げる、拾い上げるための麻痺がなしの支え方についてご説明していきます。つまり立った姿勢でのものを拾う動作ですね。実はこのような時の麻痺がなしの支えというのがいずれ楽に歩くにつながってくるんです。これ皆さんあまり気がついてない方が多いんですが、歩くのを良くしたいっていう時は、今回のような立った姿勢で何かをするっていう時もすごく気をつけなきゃいけないポイントがたくさんあるんですね。今回はその一つ、歩くのを良くするためのこの立って物を拾う、その時の麻痺がなしの支え方についてお話をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編です。この動画では左の足を麻痺側としてご説明します。さて今回はですね、このように床に置いてあるものを持ち上げる時の動作です。これはまあ私のリュックなんですけども、例えばこのように持ち上げようと思ったところでお体止めてみてください。このような姿勢ですね。この時に自分の体がどうなっているのかっていうのを必ずチェックしましょう。普段あまり気にしていないかもしれませんが、もうこの時点で麻痺がなし、いい方な人は状態が変わってます。よくあるのは体重が乗ってる範囲、足の裏に体重が乗ってる範囲がもう偏ってる、つま先の方に多く乗ってるとか、小指側内側の方とか、体重の偏りがもう起こってる可能性が大きいです。それに加えて体重が乗ってる量そのものもいい方と比べて違うかもしれませんね。たくさん乗りすぎてる方もいれば、いい方に傾きすぎてるっていう方もおられます。これは様々ですね。そして筋肉の働き具合、いい方の足と比べて麻痺側の方が太ももやふくらはぎすごい頑張っちゃってるかもしれません。少なくとも今言った3つ、足の裏に乗ってる範囲、乗ってる量、そして筋肉の働く強さ、この3つを左右で比べてみると必ず違いが出てきます。そういう方が多いです。まずはこの状態が今の自分の体の使い方の癖なんだなっていうのをしっかりと確認していきましょう。ちなみにここまでもし確認ができたらですね、普段の歩き方っていうのも思い返してみてください。もしかしたら立ってこういった動作をした時の麻痺がなしの支え方、体重を乗ってる場所っていうのが歩いてる時も同じかもしれません。つまり歩いている時の体の癖っていうのが歩く時だけではなくて、この立った姿勢でもうすでに起きてるかもしれないんですね。そう考えたらどうでしょうか。リハビリの手順っていうのを考えた時に、歩きの問題を解決しようと思って歩き方をいきなり変えるって結構難しくないですか。皆さん結構歩き方なんとか変えようと思って練習しても難しい経験ってしたと思うんですよ。でももし歩く時の麻痺がなしの癖っていうのが立った時点でも同じ傾向が起こっているんだとしたら、まずはこの立った姿勢からやっつけていかないといけないですよね。だって歩くより立った方が楽なんですもん。こっちの方がリハビリとしては変えやすいです。でもここから変えていかないと歩きっていうのは絶対変わんないんですよ。なんで皆さんこの何気なくやっている床のものを拾う、持ち上げる、この時の麻痺がなしの支えっていうのは今後の歩きやすさにつながってきます。だから今日はこういうテーマでお話をしてるんです。大丈夫でしょうか。では実際ここからじゃあどんなことを意識してやった方がいいのかっていうのをお伝えしていきます。はい、まず麻痺がなし、体重が広く乗ってねいなかったりする可能性があるんですね。でもそれは緊張がすごく勝手に入ってしまってるからです。じゃあどうすればいいのかというと、この前かがみの仕方に問題があります。結構こう横から見た時に膝を曲げずに腰をこういうふうに腰から折り曲げて
手を下に伸ばしているっていう方多くないですか。これは体にとっては負担が大きいです。麻痺がなしというのは緊張しやすいんですね。なのでこのようにやっている方はぜひ膝を曲げる、膝を曲げて手を下に伸ばすようにしてください。この時のポイントはただ膝を曲げるだけじゃないです。膝を曲げることによって足の裏ですね、足の裏広く体重が乗ってるなっていうのを必ずチェックしてください。膝を曲げるに伴って徐々に足の裏に体重がね濃く乗ってきます。その濃くなってくるなっていうのをね感じましょう。こういった感覚を意識しましょう。で、広く乗ってるなっていうのを意識しながら膝を曲げると普段のこういった方法よりも足の裏に広く体重が乗っているので安定感が増えます。そして安定感が増えると筋肉の緊張というのも頑張りすぎなくて良くなるので太ももとかふくらはぎもそんなに頑張らない、いい方に近づきます。その状態でリュック、ね、僕の場合はこれリュックですけども、こういったものを持ち上げていきましょう。こういう練習ができると日々のちょっとした動きで麻痺がなしを正しく支えるっていう練習ができます。これはおそらくですね、リュックを持つだけじゃなくて他の運動にも活かせますよね。椅子に座る時も同じような膝から曲げて腰を下ろすっていうのが生きてきますし、もしかしたらズボンを上げ下げとかする時も同じような運動を活かせる可能性があるわけです。このように日々の生活の中で麻痺がなしを安定して支える、これができるとそこから歩きやすさ、歩くための練習にステップアップしていけるんですね。このように考えていくといかがでしょうか。歩きを良くするためにたくさん歩くとかね、そういう練習ばっかやってたっていう方は今からリハビリ方法を見直してほしいんですよ。このような歩く手前の立った姿勢で何かをする、この辺の基礎練習をおろそかにしてるとなかなかリハビリ頑張ってるのに良くならないというふうになっちゃうんですね。皆さんにはそうはなってほしくない。必ず正しい順番とか自分の体に合わせた手順っていうのがあるので、それをちゃんと見つけていきましょう。まず今回はですね、このような歩きにつなげるためのものを持ち上げる、そういった話をね、ちょっと一例としてご説明させていただきました。はい、実際やっていただいてですね、なんか ご不明点とかありましたら、また下のコメント欄でもコメントお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、今回はね、少し話が長くなってしまったんですけども、最後までご覧いただきありがとうございました。